はい、あのね、また不妊治療の病院に通い始めました。あのみんなにはお伝えしたいなと思って、前回こちらの動画ですごいみんながあのコメントとかあの温かい DM とかくださってすっごい嬉しくて、なんか私自身その妊活について止まってた時間っていうか、なんか身動きできなかった時間があったのが、あのみんなのあの温かい言葉のおかげでなんかちょっと進もうかなっていう風に思えるようになりました。今日は久しぶりに通院した時のその診察の内容のお話とか、最後に診察したのが去年の夏だったので、なんで1年間行かなかったのかっていう理由がね3つあるので、そのお話をしたいと思います。なんか今思えば結構情けない理由やったなと思って、なんかこう世間知らずというかネットの情報とか鵜呑みにしてたせいもあるかなって思って、だからもし参考になればと思ってお話ししたいと思います。最初にちょっとお伝えしておくんですけど、実はその来週卵管造影検査を控えております。これが結構さ怖くてさ、あのちょっとまあ後々お話しします、その話は。というわけで、私がその1年前ちょうど、去年の夏頃に、この病院に通ってて、なんで1年間通わなくなってしまったのかっていう理由をね、お話ししたいんですけど、まずじゃあ1つ目、この1つ目が結構ねエピソードやねんけど、なんかね、あの不妊治療の病院ってピリピリしてる雰囲気があるところはあって、あの曜日とか日にもよると思うねんけど、なんかやっぱりみんなその仕事の合間を縫って、治療頑張ろうとしてる女性が多いと思うから、なんかその辺で負担を抱えてきてる人が多くて、だからそれもあって多分なんかピリピリしてて、私とチモはその日2人で診察を受けないといけない日やったから2人で行ってんけど、順番を待つために待合室の椅子に座ろうとして、コロナ禍だったしあんまり人にこう迷惑にならないようにと思って、まあ緊張もあってほとんど喋らずこうやって座ってて2人で、そしたらなんか斜め前の女の人がパソコンでこう診察のこの椅子の上でカタカタカタってやってて、なんかチモのことをめっちゃ睨んでてなんか見てるとかじゃなくてすっごい睨んでて、えっと思って、でも私たち何か迷惑をかけてるかって言ったらあんまり思いつかなくて、なんかこう人の迷惑にならないように足も組まないようにしてたし、2人でほとんど無駄話はしないようにして、おとなしくただただそこに座ってるだけやったから、なんか迷惑かけたとか全く覚えがなくて、でもめっちゃ見てなんかすっごい怖い、こんな感じでもうなんか怪訝そうな顔で見てて怖っと思って、でもまあ診察呼ばれたから2人で行って診察室に、で診察が終わって出た時に、まあ、チモが私より前に歩いててんやんか、でまた待合室行く時にさ、そのチモが前に歩いてたから先に席に座ってね、そしたらまさかのそのチモが座った席がそのさっき睨んでた女性の隣でさ、チモ気づいてなかったみたいで、どうやらもしかしたら偏見やけど、まあ、女性よりちょっとそういうとこ鈍感っていうか、女性の方がやっぱりね女子同士の暗黙の了解の中で学校時代とかあの、まあ、生きてきたわけやから結構人の目に敏感になってる節はあるかなと思って、でまあチモは気づかなくて、でもそう座っちゃったもんやからうちも座るしかないや。で座ろうとしたらその女性がなんかすんごい舌打ちしてびっくりして、なんかすっごいでかい舌打ちしてなんかみたいな、そうなんか思い出してもめっちゃ怖いねんけど、なんかチモのこと睨んでて、でうちのことも多分睨んでる感じがあって、でもチモのことなんか触れてきた、怖かったよ本当に。でなんか舌打ちして立ち上がって、何やってるか分かんけどボソボソ何かを喋って、でもうあの席がほぼほぼ満員やのに明らかに自分たちの今いた場所よりも狭いところの席に立ち上がって座りに行ってやんか。周りから見たらさ、なんか明らかうちらがなんかしたみたいな感じや、何もしてない、チームもちゃんと見てたけどしてないし、なんか怖くて、でなんかそうもう怖くて、で震えちゃって泣きそうになって、そうこんなことさ喋ってたらなんか大したことない話に思えるやんか。でもなんか初めて行った場所で、しかも不妊治療でってところでそんなことなって、結構なんか私もピリついてたせいかなんかもう怖かってな、ちょっと泣きかけてて、でそうまあその日はもうそれで帰って、でなんか怖いなんかなんかやばい、ちょっと待って、はい、そう不妊治療を長年してる友達にちょっと相談したら、まあ憶測でしかないけどその
夫が非協力的な女性も中にはいるから、夫と夫婦で来てる、夫婦に対してちょっと八つ当たり的なことをする女の人もなんかいるって、なんかその子も経験しててそういうことなんか、まあそれかどうかは正直わからないし理由なんてわかんないけど、もうそうやって人に舌打ちしちゃうぐらいなんかこう切羽詰まった状態でやってるんやと思って、実はその誰にも相談できてなくて、なんか最近相談したことやからずっと何か原因かわからなくてなんか怖くて、なんかそう友達に聞いてようやくなんか安心したって感じ。そうで、まあそれが一つ目でございます。はい、いきなりヘビーな話すいません。あの残り二つはね、もうちょっと軽くお話しします。切り替えて二つ目です。二つ目は先生のお声が小さかったっていうのが原因です。簡単に説明するとそれで、まあちょっと全然悪い先生じゃなくて人気な病院で、でもなんかね先生の声がほんまに聞こえなくて、でなんか本当に聞こえなかったの、何を言ってるか分かんなくて、でうちも、まあ、耳遠いんかもしれんし、あとねコロナ禍から今もそうやねんけど、こうついたてがしてあって、でちっちゃい穴こうなんか書類とかをあのこう入れられるだけの隙間があって、他はもう透明な板がパンってでかいのが貼られてるから、もうそれを通してやから本当に聞こえづらくて、で初めて聞く言葉もたくさんあったから、その時はあんまり下調べもね十分でなかったと思うし、何言ってるか分かんない状態で、何度も聞き返さなきゃいけなくて、それがなんかすごく負担で、本当に自分は弱っちいなと思うけど、なんか何度も何度も聞き返したらなんかこう嫌がられるんじゃないかとか、その先生となんかどうやって信頼関係築けばいいかとかなんかすごく悩んじゃって、でそう何を喋ってるか分かんない先生にそのねなんかちょっとあれですけど、あの股の中にあの機械を入れられるわけですよなんかそれがちょっと怖くてさ、聞き取れないっていうことに対して の不安と、他にもそのあって、不妊治療にでね、あのなんか私行ってみて特殊やなと思ったんですけど、患者がやらなきゃいけないことが結構多いところやなと思って、あの先生の話をよく聞いて、でそれをメモして書いて、でそれに沿ったことをやらなきゃいけない。例えば、まあ、サプリとか、あのこれはまあ別に病院で買ったものじゃないんだけど、あのすごい有名な、あちょっと待って PR じゃないねん、ちょっと待って、全然 PR じゃない、これ Amazon で買ったやつやんけど、なんかあのエルビットってやつ買って、でまだ飲んでないからね、なんともみんなに言えないんだけど、自分でこう何が足りてないとか先生の話をメモして、でそれに沿ったものを自分で購入して摂取するっていうことがしなきゃいけなかったりとか、まあこれはでももしかしたら他のね不妊治療関係なく治療ってそういうものかもしれないけど、私あんま病院とかかかったことないからそういうの初めてでさ、あとそうそうそう、ネットでこの日までにこういうことを予約してくださいとか、なんか下で受付で予約してくださいとか、なんかそういう話を全部聞き取ってメモしてやんないといけないから、結構やること多くて、聞こえなかったらほんまに次に行けないからすごい困ってん。でなんか先生とうまく信頼関係気づかなあかんあかんって思えば思うほどなんか通うのが億劫になっちゃって、ほんまにね自分のせいやねんけど、それはねなんとあの先生の変更気軽にしてよかったみたいです、ね、皆さんももしあの不妊治療とかで病院通われる方、これから通うよって方は、結構大型の病院やったら先生を変更とかあの電話意外としてみたら気軽に、あいいですよって、もちろんですよみたいな感じで、引き受けてくれることが多いかなと思います。だからこれは解決しました。で今回あの、ね、もうちょっと声の聞き取りやすい私となんか会う先生が新たに担当になってくださったので、すごく通いやすい環境が生まれました。はい、お次は3つ目です。はい、3つ目はね最初にちょっとお伝えしたんですけど、卵管造影検査がちょっと怖かったのと、仕事とのスケジュールをと合わせるのが結構難しかったっていうのがあります。卵管造影検査、なんか私も初心者やからすごい詳しいわけじゃないけど、ネットで見たらほんまに痛いらしくて、でそればっかを鵜呑みにして痛いの怖いって思っちゃって、でしかもその検査は、生理が来てから、
予約を取らないといけないものなのね。それがね結構仕事のスケジュールと合わせるのがなかなか難しくてっていうのもあって、なんかズルズルとやってるうちに1年経っちゃったっていう感じです。自分の責任やなって思うねんけど、私もこうやって YouTube を通してみんなに不妊治療の話とかもしてるわけやけど、それをやっぱり鵜呑みにしちゃいけないし、私自身もその体験をね誇張して大げさに言うんではなくて正しい情報でお伝えする必要があるなって思いました。はい、なので来週子宮卵管造影検査行ってきます。まあ、正式名称子宮卵管っていうみたいねんけど、来週やねんけど、それまでに健康診断を受けないといけなくて、普通の人は測らないような項目とかもあったりするから、そういうのを全部受けられる病院を来週までに探して受けてこないといけないっていうね、ちょっとハードスケジュールでございます。でもまあそういうのもね、まあこう頑張ってやっていこうと思う。はい、で1年ぶりに行ったその病院の診察内容やってんけど、主に1年前に受けたその検査が引き続き使えるかどうかっていう、話をして、使えるものとそうでないもので、そうでないものは改めて受けるって感じなんですけど、それで、まあ滞りなくちょっと進んでいけそうやなって感じです。はい、というわけでお話はね全部これで以上でございます。不妊治療期間って普段はもう全然人に対して優しい人とかでも切羽詰まった気持ちになっちゃって情緒不安定になっちゃうなってね、なんか私自身もそうやなって気づいて、その先生の声が聞こえないってたったそれだけやのになんかものすごく不安になっちゃったりとか、逆にすごく笑顔で接してくれる先生とか優しい先生に対しては心が許せるというかね、なんかね安心するんですよね。ちょっとしたことですごく安心するなと思ってさ、これってなんか不妊治療とか病院とか関係なくて、まあ私自身もそうやなって思って、コンビニとかスーパーとかで不機嫌そうな顔とかなんか自分はしてないかなって改めて思った。余裕がないと時は別にそんな自分不機嫌な顔しちゃダメとかそんなこと思わない方がいいし、通常の日常で自分はなんかどんな顔して生きてるかなとかどんな人間かなっていうのをね改めて考えさせられました。接してて楽しい人間でいたいなって思います。私の友達ってそういう子多いから、もちろんフォロワーさんもさ DM で送ってくるメッセージとかすごい明るくて楽しくてなんか優しくて、だからやっぱそういうとこをね見習おうってね改めて思いました。なんかありがとうございます、いつも。というわけでお次は、その子宮卵管造影検査の行ってきたレポートとか、こんな最後にいい話しといてなんやけど、ちょっとねチームにイラついたこととかもあるから、不妊治療中にちょっと夫にイラついたちょっとした愚痴とかそういうエピソードも、まあ、集められたらいいなと思います。まあ、吐き出しながら溜め込まずにこうハッピーな人間でいれるようになんか私もしたいし、みんなでそういう風になれたらいいなと思います。はい、じゃあありがとうございました。はい、よろしければ他の SNS インスタ、ツイッター、TikTok、LINE ブームやってますので、そちらもぜひ見に来てください。ありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。